幸せなオーラを先に放つことで幸せな出来事を引き寄せるんですね。なので何かがなくても自分って幸運だな、幸せだなと思うようにしていると自然とハッピーオーラが出るようになります。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さてみんなの周りにこの人っていつも幸運だな、不幸とは全く遠いところにいるなーっていう人いないかな。誰でも幸運でありたいと思っていると思うんですけど、幸運な人になる時ってある種のサインがあるんですね。そうすると幸せは幸せを呼ぶのが宇宙の法則なので、幸せのサインに気づくと次々と幸せを呼び込むことができます。今日は幸運な人に起こるサインを6つお伝えしますね。どれか1つでもサインが起こっているなぁと思うなら、自分は幸運なんだと意識するだけでどんどん幸せを呼ぶことができます。まず1つ目の幸運サインは、知らない人から声をかけられる知らない人から声をかけられる機会が増えたです。例えば道を歩いていたら、通りすがりのマダムから、あなたのそのお洋服素敵ねーなんていきなり声をかけてもらったとか、スーパーやコンビニの店員さんから素敵なネイルですねーなんて声をかけてもらう。その逆に自分がお店のスタッフなら、お客さんから言葉をかけてもらうなど、いきなり褒め言葉をかけてもらったなどありませんか？または道を聞かれたり、信号待ちのタイミングで急に天気のことを聞かれたり、何気ないことで声をかけられることなどあったという人もいるかもしれません。私の身近な人でかなりの確率でいきなり声をかけられるという人がいます。道とか電車の方向を聞かれたり、その日に着ている服の褒め言葉をかけてもらったり、海外に行った時ですら道を聞かれるらしいんですね。じゃあなんで頻繁に声をかけられるのかというと、声をかけやすいオーラだからなんでしょう。もしみんなが道に迷っていて、スマホの地図じゃよくわかんないっていう時、周りにいる人に聞いてみることにします。この時どんな人に声をかけますか？眉間にシワが寄ってるような険しい表情の人かな？それとも朗らかでハッピーそうな雰囲気の人に声をかけるかな？きっと後者のハッピーな雰囲気の人だと思うんです。確かに私のしょっちゅう道を聞かれるというね、身近な人も友人も優しさがオーラとして溢れているような印象なので、声をかけやすいんですよね。だから声をかけられる機会が増えたということは、自分からハッピーオーラが出ているということなんです。ハッピーオーラって何かがあったからハッピーオーラが出るんじゃなくて、その逆なんです。幸せなオーラを先に放つことで幸せな出来事を引き寄せるんですね。なので何かがなくても自分って幸運だな、幸せだなと思うようにしていると自然とハッピーオーラが出るようになります。そうするとそのオーラに引き寄せられて幸運な出来事が起こるようになるんです。そして幸運な人に起こるサインの2つ目は、自然界からのサインです。よくあるのが虹、風、雨、動物などを通してサインを送ってきます。要は宇宙があなたへ祝福を送っている、そのサインとして自然界の現象を使うんですね。急に自分の周りだけ風が吹き抜けたとか、光が不自然に差してきた、大きな虹が見えた、普段あまり目にしないような生き物を目にしたなど、日常としては珍しい自然現象が起きた時は、いいことがあるよという宇宙からのサインだと受け取りましょう。そして幸運な人に起こるサインの3つ目、それはシンクロが頻繁に起こるです。例えばパッと目に入った街の広告のキャッチコピーが自分の悩んでいることへの答えだったとか、あの友達に会えたら元気をもらえそうだなと思っていたら当の本人から電話がかかってきたとか、この動画でもよくあることなんですけど、私が言ったことを先にやってたとかね、そういう偶然のような一致が起きていたら、それは宇宙からのサインと考えてくださいね。宇宙があなたを応援するためにシンクロという現象を使って答えをくれたり、ヒントを与えてくれたりします。そういう人は宇宙が味方についているわけですから幸運ですよね。最近シンクロが多いなと思ったら、それは幸せのサインだと思うようにしましょう。そして幸運のサインの4つ目は、
知り合いや友達から縁を切られるです。もちろん自分が何か相手を傷つけるようなことをしたとか自分に非がある場合は別ですよ。そういうことは全くないのに突然縁を切られたり距離を置かれたら寂しいしショックですけど、実はそれ幸運のサインかもしれないんです。人間関係って自分のエネルギーと波長が合うからつながっているわけですよね。だからその関係が切れたということは自分もしくは相手の波動が変わったということなんです。波動がずれると居心地が悪くなります。その状態では幸運は逃げてしまうんですよね。なので人間関係が整理されたということは自分の波動調整がされたんだということなんです。波動が整うとおのずと幸せがやってきますからね。それに縁を切るってなかなか相手に言い出しづらいですよね。それを相手の方から縁を切ってくれたということは相手が嫌な役を買って出てくれたわけですから、心の中で相手にこれまでの感謝をして次の新たな人間関係を楽しみましょうね。そして幸運サインの5つ目は自分の好きな色をたくさん目にするです。自分の好きな色は何かな、または自分のシグネチャーカラーってあるかな。シグネチャーカラーっていうのは自分を象徴する色のことなんですね。その色を一日の中で何度も目にするとか、ここ最近やけにその色を見るという人は幸運に恵まれているんだなと受け取ってくださいね。そして幸運サインの6つ目は仕事の時間が減るです。一見すると仕事が減るってことは収入も減るのではと、特に独立している自営の人やフリーランスの人は思うかもしれません。でも逆なんです。仕事の時間が減るということは単純に仕事の効率が上がって時間が短縮できたというのもあるかもしれないけど、仕事量が減った場合でもその分余裕ができたと考えられますよね。とするとですよ、その余裕の時間を自分のために使うことができるわけです。例えば副業をしてみたり、勉強したかったことを学ぶ時間に充てることもできますよね。またインプットするための時間として本を読んだり、映画を見てインスピレーションをもらうことだってできるかもしれません。それが自分にとっての肥やしとなってプラスに働くので、結果的に収入が増えたり新たな人脈ができたり、会社でもこれまでとは違うプロジェクトを任されたりするかもしれません。またはその分の時間を家族や大切な人と一緒に過ごす時間に充てることができたら幸せを感じられますよね。だから仕事の時間が減ったということは幸運を呼ぶための神様がくれた時間なんだと思うようにしましょう。今日は幸運な人に起こるサインを6つお伝えしました。幸せは幸せを呼びますから、もし1つでもサインが当てはまるという人はもっともっと幸せになっていきましょうね。みんなも今こういうことが起こってる、こういうサインがあったなどあったらコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。読んでますよ、みんなのコメント。今日はご質問があったのでお答えしますね。血の輪くぐりに行っていました。今日はプチ嬉しいことがありました。幸せです。のりこさん教えてください。人の悪口は言霊があり言わない方がいいのですが、一人っきりの車の中でも言わない方がいいの？ついつい言ってしまう。ありがとうございます。言っていいです。こういうのは悪口じゃなくて自分の中のものを吐き出したいのだと思いますから、全然吐き出していいです。悪口っていうのは誰かに言いふらしたり、どこかに公に書いたりすることはその分のエネルギーが必ず自分に返ってくるのでやらないことだと思うんですけど、信頼してる人に愚痴をたまに聞いてもらうとかはいいと思うんです。そうしないと苦しくなっちゃいますからね。車で吐き出したらね、愚痴もそうなんですけど、最後に元気な言葉で締めくくるといいんです。これで私も学べたわ、ありがとうと言うと波動が変わりますからね。じゃあね。